はい、どうもメガドライブ大好き阿部知です。今日はですね、ちょっとツイッターを見てましたら、すごく気になるメガドライブ関連のツイートがありましたので、そのことについてお話をさせていただきます。で、今日はですね、僕の希望的観測に基づいたかなり、憶測の入ったお話ですので、まあそういうものとして聞いていただけるといいかなと思います。まず気になったツイートですけども、こちらです。ソニック・ザ・ヘッジホッグの生みの親のスーパープログラマー中裕二さんのツイートなんですが、ちょっと読んでみます。メガドライブ用メタルランサー開発途中のスクショが撮りたくて、オッドとイーブンに分かれている基板に載せるロムのバイナリーを2つ交互にデータをつなげるツールを作って、やっとスクショが撮れました。久しぶりに PC でツールを作ったのですが、それがまた大変で時間がかかってしまいました。お恥ずかしい限りです。はい、という感じでですね、ちょっとニュースのね、手紙を読むナレーター風にちょっと読んでみましたけども、まあ、中裕二さんがこのようなツイートをされています。メガドライブ用メタルランサー開発途中のスクショを撮りたくてと、いうふうに書かれていますが、メガドライブ用メタルランサーってそんなゲーム発売されたのかというところなんですが、こちらですね、ちょっと調べてみますと、こちらがですね、中さんが2018年に行った講演会の内容について書かれている記事なんですけども、そこの文章の中で、ソニック以前の一時期製品化されなかったプロジェクトメタルランサーを開発していたと語った中氏は、なんと当時の開発中ロムを実演、星空の中を飛び交う宇宙船の前で敵キャラクターが滑らかに拡大縮小する画面を目の当たりにした来場者からは驚きの声が漏れていたと、いうことですね。こちらなんですが、コクピットの中に、大きなこれ、まあ、メカかロボットかわからないですけども、そういったキャラクターが出ています。で、次の画面がこちらですね。ロボが奥の方に行っていますが、おそらく、拡大縮小しながらこのね、ロボが迫ってくるっていうような、ゲームなのかなという予測が立つんですが、このゲームについて、中さんがね、実はツイートをされているのを発見しました。それがこちらなんですが、部屋を片付けてたら第二研究開発分室のプレートが出てきました。メガドライブの大魔界村と途中で開発中止になったメガドライブのメタルランサーを作っていた時の開発分室でした。メタルランサーはメガドライブで女の子がロボットに乗って戦う、なんと 3D シューティングゲームだったんですよ。ということで、このメタルランサーというゲームまとめますと、ソニック・ザ・ヘッジホッグ以前に開発されていた、大魔界村と同じ時期ぐらいですねに開発されていたゲームであるということですね。本来にはメガドライブにない拡大縮小の機能をソフトウェアで実現したゲームで、女の子がロボットに乗って戦う 3D シューティングゲームだということですね。で、なおかつ、メタルランサーは開発途中で発売されることがなかったと、そういうゲームだということはわかります。で、もう一度ですね、中さんの最初のツイートに戻るんですが、こちらですね、メガドライブ用メタルランサー開発途中のスクショが撮りたくて、で、ちょっと飛ばしますが、ロムのバイナリーを2つ交互にデータをつなげるツールを作ってやっとスクショが撮れました。久しぶりに PC でツールを作ったのですが、それがまた大変で時間がかかってしまいました。ということで、このメガドライブ用メタルランサーのスクショを撮るためにわざわざ中さんが PC でツールを作って、時間をかけてスクショを撮りましたと、いうことですね。ね、これ中さんが自分の趣味で、ご自身の趣味でわざわざ時間をかけてツールを作ってスクショを撮るのかと、いうことですよね。はい。それから、今のこのタイミング、セガサターンでかつて発売されてましたナイツというゲームがありますが、このナイツを作った開発者と、一緒に、バラン・ワンダーワールドというゲームを、スクエア・エニックスに、わざわざ入社して、でそこで開発をして先日リリースをしました。そしてそのリリースの直後に中裕二さん退社を、スクエア・エニックスを退社をされました。はい、そのタイミングでこのツイート、というところでですね、メガドライブ用メタルランサー長さん、実は今途中になっているものを、完成まで開発しようと考えてるんじゃないかというのが僕の憶測です。はい。
でもタイミングがねあまりにも、いいですし、中さんはもともとプロペというご自身のね、会社の方も設立されていますので、そのプロペ名義でこのゲームを、開発してリリースするということはちょっと考えられるんじゃないかなと思います。それは、スイッチで出るのか PS4 で出るのか PS5 で出るのか Steam で出るのか、はたまた、MD 互換機で動くようなロムカセットとして出すのかっていう、可能性もちょっとあるのかなと、個人的に思っております。でもし、中さん、このメタルランサーを完成させるというのであれば、僕はもちろん購入をしようと思っております。それからこのまだまだ影響力が全然ない、YouTube チャンネルですが、このメタルランサー推しで、ガンガン紹介をしていきたいと思いますので、まあ、少しでもねメタルランサー、メガドライブ用メタルランサーの完成形というのが、世に出る、お手伝いをしたいとは個人的に思っております。はい、皆さんこのメタルランサー皆さん出てほしいでしょうか、出たら買いますでしょうか、よかったらですねぜひあのコメントの方ですね、教えていただきたいと思います。やはりですね、特に、メタルランサー出たら欲しいという人はもうガンガン書いていただきたいですね。でツイッターされている方はガンガンツイート、されるといいんじゃないかなと思います。やっぱこういう声がね、出れば出るほど、内容が現実味を帯びてくると思いますので、僕としてはぜひ出てほしいなというふうに思っております。まあ、このお話を聞かれた、感想なんかも、聞かせていただけるとありがたいなというふうに思っております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。阿部っちでした。バイバーイ。